ヒンチスをはじめとしたバンフォーレ甲府サポーターの応援風景。ゴール裏の右手に見えるオス記号の横断幕はヒンチスのシンボルとなっている。ヒンチスは J リーグバンフォーレ甲府のサポーター集団の一つである。バンフォーレ甲府の前身にあたる甲府サッカークラブの時代から活動を続けている最古んのグループである。名称はスペイン語で応援者や支持者を意味する。 インチャに由来する。1999年の J リーグ参入時に、サポーターズソング、テーマオブ VFK、フューチャーソング、ハートホームの3曲の作詞及びバックコーラスを手掛け、バンフォーレコフの公式サイトでも公認応援歌として紹介されている。また、バンフォーレコフ経営危機問題が発覚し、存続が危ぶまれた時に、 いち早く存続運動を起こしたグループで、小瀬競技場や交府駅を、はじめ、J リーグの各試合会場で、署名活動や、募金活動を実施。その結果、他の存続グループや、各自治体の議員や OBU 氏、さらには他チームのサポーターらの協力周りに万7 0 0 0人分の署名を集め、チームの存続に貢献している。バンフォーレ甲府の経営機器が改善され、 観客が増えると、5ナドマフィアアズール、公衆基人隊などのサポーターグループが結成され、現在は、幸福クルバという総称を用い、ホーム側ゴール裏で応援している。コールリーダーは原則、ヒンチスから選出され、他のグループに指示を送っている。ありがとうございます。